わずか7日間で幕を閉じた。昭和64年、その間に起きた少女誘拐殺人事件、通称64。この作品に、自分が関わるというのは大変光栄でしたし、佐藤浩市さんをはじめとする重厚な役者の方々が出るということを知っていましたから、まずそこに参加できるというのは非常に嬉しかったですね。日本映画ってかっこいいんだなって思わせてくれるような作品でしたね。多分見る人がそれぞれ置かれている状況によって感情移入する点とかも違うと思うんですけど、なんかどの人に感情移入してもちょっと胸をつかまれるような感覚があるというか。早くやれよスノロ。二度とこの刑事部に足を踏み入れるな。この誘拐は狂言誘拐ですか。なぜ警察がそこまで配慮するんです。あなたの首が飛びます。むちゃくちゃになります。県警グループが隠蔽。64。殺された娘の無念はどうなんですか。この凄みみたいなものを、ありとあらゆる世代の方々に旅していただきたいですし、体感できると思うんですね。私は正直この映画を見て鳥肌が立ちました。どの点で鳥肌が立つかは見た人それぞれだと思うので、ぜひこの感覚を味わってもらいたいです。